は今静岡県は三島にあるメダカ無人販売のお店へやってきました。珍しいですね。でアクアループスさんが、本日から始めたメダカ無人販売、先ほどアクアループスさんの、お店の方々にいろいろお話聞いてきたんですけど、ちょうどね今日オープンということでね、いいタイミングで行きましたね。こうやってかわいい手書きのポップ、メダカの飼い方なんかもありますよ。水の入る箱を用意する、うんうん、水と水草を入れる、うん、メダカを泳がせる、うんうん、餌をあげる、上や横から眺めてみる、あ、いいです。眺めるのがね、かわいい。すごい。青みゆき2ペアプラス1、1000円。これはこれ安いんじゃない？すごい、ぷくぷく太ってて元気。わー、すごい。ちなみにおすすめがこの容器、これ教えてもらったんですけど、実は水がこぼれない。こうやってね、メダカさん見れるんですよ。わー、綺麗。こぼれない、こぼれない。じゃあ、あんまりやすぎるとかわいそうだからね。かわいい、この真っ黒のかわいいな。でも真っ黒のうち入れたらあんまり目立たないけどな、黒いはずだから。あ、でもウォータータイヤのとこだったらいいか。あ、だるまさんもいる。あ、かわいい、ぷくぷく、かわいい。ご存知だったんですか、これ。知らない、今日初めて。あ、なんか今日オープンみたいですよ。あ、そうなんだ。うん、黄色、水色違うんだ。なんかこのケースが水が漏れないんですって。だからこうやってメダカさん見れるんですよ。あ、そう、あ、そう、そう、うん、見るんだ。そう、見れるの。3000円だって。ここら辺はちょっと高いやつみたい。でもここら辺とかはペア2つ入っててプラス1個おまけで1000円。でも赤いのがいいね。赤いの可愛いですね。その工程がすごい赤が綺麗なんですって。うん、ね、お店の人にお話聞いたんですよ、さっき。あ、そうなの。そう、うん、え、ここいっぱい入ってるような気がする。1、2、3匹かな。うん、3匹。あ、2ペアだから5匹ですね。5匹で1000円。うん、これ安いじゃん。安いと思う。工程で5匹で1000円は安いですよ。うん、こっちもいるんですよ。でもこっちは青い。色がね、ないから。赤かわいいですよ、赤、ね、うん、めっちゃかわいいと思う。珍しい、そうそう。で、これ赤の丸い子ですよ。だるまって、あの金魚みたいな、ぷくぷくの丸い子。面白い。メダカ飼ってるんですか？いや、飼ってない。あ、そうなんですか？めちゃくちゃかわいいですよ。私結構飼ってますけど。あ、そうです。うん、野菜売り場がメダカ。あー、何、野菜売り場。あ、そうなんですか。キャベツとか玉ねぎとか。あ、そうなんだ。へ、うん、今日とって初めてこれ見たから。そう、今日からだって言ってた。うん、今日から、ね、はい。ちょっとあれ、監視カメラに、うん、うん、見たいですね。メダカっていうのは、神奈川のなんかあの辺にも2軒ぐらいあったよね。あ、うん、そうですか。うん、へー、かわいい。これかわいいよ、安くて。そう思います。工程で1000円は5匹は安い、絶対。いや、色のついてる金魚みたいのがいいよね。なんか映えますね。ねえ、うん、メダカさん強いし、お外で簡単に飼えるからいい。ペアだからきっと卵つきますよ。あ、なるほど。かわいい。どれにしようかな。どんぶり売ってるかなと思ったな。あ、そうだったんですか。確かにそうですよね。わざとメダカ入ってたもんね。これ読んだらメダカって書いてあるから。あ、そうだったんだ。はい、どうも。野菜売ってたって情報を仕入れました。あ、だから多分これ野菜の無人の棚だったのかな。それ使ったのかな。ね、これでも本当に安いよ。よいしょ。ちょっとこの子3000円が一番高かったんで見てみましょう。松井秀長。なんて読むのかな。ちょっと垂れてきちゃった。かわいそう。三色ラメ1ペアも高い。これだ。何やってるんですか。無人販売今日からなんですって。あ、そう。そう。いや、いつも野菜ここやってるんだけど。そうなんだ。今までお野菜も無人販売だったんですか。そうそうそう。あ、そうなんだ。へえー。もうメダカ屋さんになったんですよ。いや、私も今あれ何かしらと思って見に来たんだ。中身見えないわね。なんかこれ、うん、あのこれが。うん、
水が漏れないんですって。だからこうやって見ていいんですって。あ、そうなの。そうそうそう、そーっとやると、うんうん、で傾けちゃうと見れるの。すっごい綺麗なの。いっぱい入ってるの。うん、これはワンペアだから2匹ですね。ここら辺はちょっと高いみたいだけど、これとかがちょっとお安い。あ、本当だ。これは5匹、うん、5匹とか。あ、これもでも真っ赤なやつ。なんかカメラがついてるの。一応一応あれみたいです。はい、そうなんだ。防犯カメラですね。うん、はい、そう。でもこれとかは安い。12匹で1000円だ。ずっとここいる。これは安い。うんうんうん。めっちゃ綺麗。あ、いろんな種類がいるんだ。うん、かわいい。で、なんか買い方とかも買ってくれてる。なんか魚の、うん、私も今何かしらと思って。あ、そうか。食べるものかと思って。ちょっと最近までお野菜だったの。そうなの。お野菜やってたのよ。そうなんだ。だからメダカになっちゃったからってことも。そうなんだ。あ、すごい。めちゃくちゃかわいい。いるみたいよ。ありがとう。はい、どうも。はい。これなんかこうやってやると、これなんか液漏れないんですって。だからこうやって中の子見て見れるみたいな。かわいい。どれにしよう。悩んじゃう。かわいい。見えない。見えるよ。かわいい。お野菜みんな買いに来た。水の入れる箱を、ほら、一緒だよ。面白い。メダカさん、可愛いね、この子。色可愛いね。これ見てみましょう。うん。ママいいよ、これ。ここでメダカ映るって知っててきたんですか？さっき通ったらメダカ見えて。あ、そう、前は野菜。あ、メダカ、メダカなんだけど、今日見たらメダカになってると思う。そうなんだ。触れる瞬間を目撃しちゃった。じゃあ私、黒いメダカさんは飼ったことないし、ずっと前から気になってたから、よいしょっと。黒豆2ペアプラス1の。この子にします。こっちにしよう。よいしょ。おいよっと。こっちの黒豆さんにします。よし。で、お金をこの横に置いてある。ボックスに入れて、で袋もらって、よし、よし、これで入ります。でまたこれからアクアルークスさんに行くんですけど、アクアルークスさんでまた別のメダカさんお願いしてるので、それを受け取りに行きます。ということで本日は、珍しいメダカの無人販売でした。私たちが今見てる間にも3客お客様来られて、そのうちの1客の方が帰って帰られましたよ。今日初日ですけどね。すごいですね。メダカがより身近になっていいですね。ということで今日は2店舗目、裾野市の本日オープンのメダカ無人販売にやってきました。前回のも面白かったんで、今回のこの裾野市のオープンも来たくってやってきたんですけど、前回の三島のお店はもうちょっと狭い道路で、あの周りにこう、なんていうのかな、例えばステーキ屋さんとか、あとは薬局とかあったんで、結構人がこう多いところだったんです。逆にこちらは大きな幹線道路の脇なので、車で来られる方とかは分かりやすくて非常にいいんじゃないかなと思います。で前回この見本なかったですけど、このように見本があってですね、これは本当にね、画期的な器で、なんと水がこぼれないので横見でメダカさんの色とかを確認できる。中が黒なんで、容器がより分かりやすいですね、色がね。これがね、みんな分かってくれると、こんなに綺麗なメダカさんでこの値段なのって、多分素人目で見ても明らかに安いの分かりますからね。まあ、多分オープン記念ってことだと思うんですけど、の特別価格かなと思うんですけど、すごいなよ。いしょ。あら、なんかこう頭の方が
ピンクっぽくて後ろにかけて逆に今度青っぽくなる、このグラデーションが美しい。見えるかな、見えますか、見える、うわー綺麗だなー。あ、そのメダカってすごい好きな人とかは本当にネットとかでねチェックして、あのこういう綺麗なメダカがいるって分かってて調べて探してこう買うと思うんですけど、こんなにメダカに知識のない方はこんな綺麗なメダカがいるんだってこう目にする機会ってあまりないと思うんで、うわーめっちゃ可愛い、何これ、夜桜2ペア、夜桜って有名ですね、よく聞きますね。メスとオスでちょっと色違うのかな。で今日こちらに並んでる中で一番高額なこれがサファイア1ペア5000円、きっとそれでも安いんでしょうね、すごいな。この鱗のキラキラがすごい、青が綺麗に出てますね、青がすごいな、あー綺麗、いや3匹いるな、3匹いる、あ3匹いる、あらあら、おまけ付き？やばくない？青い、青いよ。あれ、やっぱり3匹？うん？あ、2ペアか。4匹だ。すごいヒレが長い。うわー、すごい。ということで、こちらの店舗、こんな感じになっております。で、場所は、裾野インター降りてすぐの246沿いになるので、非常にわかりやすいところになっております。興味のある方は、ぜひ。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。アクア、間違えた、赤玉チャンネルを登録してメダカライフを楽しもうということで、また別の動画でお会いしましょう。